ヘアメイクのサラちゃんと飲みに出かけましたたくさん笑って話したのだけれど最後帰る時に「じゃあね追い詰めないでね」と笑顔で帰っていきましたそういえば出会った当初「一人ぼっちのあなたに」という絵本をそっと差し出してくれたのもさらちゃんでした